皆さんこんにちは、まめです。本日ご紹介するのはこちら、超優秀なデスクライト。今回は弁久さんから提供いただいたのですが、このデスクライトシンプルで素敵ですよね。デスクライトの中では高価格帯に分類されますが、デザインだけでなく機能もかなり充実しているので、僕が約1ヶ月使用してみた感想とともに詳しくご紹介したいと思います。それでは早速行きましょう。まずは見た目から。スタイリッシュですよね。色はホワイトのみとなります。近づいて見てみましょう。本体上部についているこちらの丸い円盤は、このように回すことで色温度を簡単に変えたり明るさを変えたりすることができる操作パネルとなっています。また特許取得済みのジョイントのおかげで、このように角度を自由自在に調整することができます。ボディ部分を見ても本当に無駄がありません。弁久のロゴすらパッと見てわからないところに好感が持てますね。そして特徴的なのがこちらの曲線。この曲線はデザインだけでなく、きちんと理由があります。机を見るとわかるのですが、カーブがついているおかげで照明範囲を広げることができるんですね。公式では幅95センチを明るく照らすことができると書いてあります。横からも見てみましょう。デザインがシンプルなので、机の上にドンと置いても圧迫感がありません。白色の机であればなお良しですね。アーム部分を動かしてみるとこんな感じ。この辺は一般的なデスクライトと同じですね。ヘッド部分の調整は滑らかで心地よいです。机に座った状態で見上げてみました。それでは本体の操作方法について見ていきましょう。ヘッド部分の下にセンサーがついているので、このようにかざすだけでオンオフを切り替えることができます。これは楽ですね。それからこちら、このように押すことでモードを切り替えます。これは色温度調整モード。このように回せば色温度を簡単に変更することができます。気分によって変えられるのはいいですね。もう一度押せば明るさ調整モード。回せば明るさをほぼ無段階で調整することができます。最大光量にするとかなり明るい。それからもう一つ、実はこのライト明るさを自動調整してくれるんです。中心のボタンを長押しすれば自動調整モードに切り替わります。これがめちゃくちゃ便利。自動調整にも2種類のモードがあって、デジタル読書モードと読書モードで使い分けることができます。デジタル読書モードはパソコン作業やタブレット作業において目が疲れにくいのに最適な明るさ、色温度を調整してくれます。この色温度自体がなかなか集中できる色で、個人的には気に入っています。次は読書モード。紙の本や資料を見るときに適していますね。今気づいたかもしれませんが、実はこのライト、人感センサーもついていて、椅子に座った動きを検知して自動で点灯してくれるんですね。しかも人の気配が30分なければ自動消灯します。こういった紙資料を見たり、カタログを見るときにぴったりの読書モード。ほぼ白色なので、デザインの色も正確に把握することができますね。さらにこちら、なんと USB ポートも搭載しているので、このようにちょっとした充電に使うのに非常に使いやすいです。さて肝心のお値段ですが、税込み 27,800円。正直なかなか手を出しにくい価格帯ではありますが、毎日使うものこそいいものを使うと日々が充実するかと思いますので、デスクライトを探している方はぜひぜひ候補にしてみてください。まとめると、嬉しいポイントは、曲線デザインで広範囲に明るい、デザインがシンプル、自動点灯、自動調整で快適といったところ。もう少しだなと思うポイントは、価格が高い。あとは人感センサーが日中でも反応しちゃうというところ。
昼間は特にライトいらないよって時もついちゃうので、そこはなんとかなるとさらに使い勝手が良くなるかなと思います。商品は概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。